今お風呂から上がってスキンケアとか髪乾かしたりボディクリーム塗ったりとかが全部終わったところです。時刻は夜中1時30分そろそろ寝ようと思います。今初めて iPhone で YouTube 用の動画撮ってるんですけど、画質どうですか？私 iPhone6S なんですよ。めちゃくちゃ古い。だからちょっと汚いかもしれません、ごめんなさい。っていうか肌のあれが本当に最近ひどくて、赤みがめちゃくちゃ出るんですよね。こういうところ、ほっぺたとか本当にやだ。ちょっと今スノーの、カメラに切り替えました。肌もめっちゃ綺麗に見えるし、すごいな加工。ということでおやすみなさい、また明日。軽井沢の購入品をご紹介します。アウトレットで3着洋服を買いました。まず1着目がこちらのブラウスです。これはビスっていうお店で値段が税込み3850円でした。これ上からニットを着たいなと思います。でここを首元を出して裾も出して着たいなって思います。ポイントは後ろにリボンが、大きいリボンがついてるのが可愛いなと思って選びました。続いて2着目、ムルーアのニットです。かなりざっくりした縫い目のベージュのニットです。ハイネックなんですが首はそんなに詰まっていません。こんな感じ、ゆったりした作りになっています。こちらは税込みで5489円でした。すごく厚手なので真冬にも大活躍しそうです。そして3着目、こちらのアディダスのトレーナーです。裾のところにロゴが入っています。もともと大きな作りなんですけど、お腹が大きくなっても着られるように XL サイズにしました。袖のところに3本ラインと両サイド裾にファスナーがついていて、これ開けるともっともっとお腹大きくなっても余裕があるなって感じたのでこちら買いました。でこれ首元が少し開いたデザインになっています。裏起毛なので長く着られるかなと思います。これは税込みで3024円でした。元値が6000円ちょっとなので半額よりもさらに安くなっていました。あとこちら半生のお蕎麦と軽井沢ラスク、チョコレートのラスクを買いました。食べるのが楽しみです。ということで以上軽井沢の購入品紹介でした。